出番ですよ。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 この番組はご覧の各社の提供でお送りします。元気のもとは歌声から、カラオケで健康一番、カラオケ一番のコーナー。カラオケ一番のコーナーは北東北第一高校ビッグエコー三日町店の協力でお送りいたします。元気のもとは歌声から、健康一番、カラオケ一番のコーナーです。さて本日の出演者の皆様はこちらの皆様です。よろしくお願いします。1番水堀愛子、恋文しぐれ。2番細江正彦、越前雪歌。この秋くれりゃ、なまり色した冬が来る。月の長さを風呂敷に3番小林輝明です。北の旅場を歌います。よろしくお願いします。
命ぬくめて酔いながら酒を回し飲む明日の風よ夢に見て腹にさらしまく はい、こんにちは。北のごちそうや一押しはこれだのコーナー。パチ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 。はい、今日は自分で昔可愛かったと言ってたともみさんと一緒です。はい、よろしくお願いします。今日は、2品です。納豆、ヨーグルト、たぬきそば、それから昔懐かしの生姜焼き定食、今日は2つ用意しました。はい、この具材は、そばが1人前、それからプレーンのヨーグルト、ひき割り納豆、それから、市販のめんつゆ、それに、天かすとネギと大葉、これも混ぜてそばに絡めるだけ。じゃあ、ともみさん、はい、食べてください。はい、どうぞ。お腹に良さそうな感じですね。はい。ともみさん、味はどうですか？あ、なんか納豆にヨーグルトってすごい新感覚ですよね。どっちもね、発酵食品っていうか、だからね、合うんですよ。なんかすごいクリーミーで美味しいです、あ、ともみさん完食ですね。はい、完食です。はい、では2品目は、はい、はい、生姜焼きですね。昔中華屋風の定食屋でよく出た、もうシンプルな、そして美味しい生姜焼きです。どうぞ。早速いただきます。はい、今日ちょっと砂糖が多かったんで、ちょっと甘いかな。生姜とで隠し味にケチャップが入ってますんで、うまみと酸味が、どうですか、お味は。美味しいですね。美味しい。味がすごい効いてます。美味しいそうです。はい。、はい、今月4月のおすすめは納豆、たぬき、ヨーグルト、そばと定食屋の生姜焼きでした。ごちそうさまでした。ともみさんの食べっぷりよかったですね。元気のもとは歌声から、カラオケで健康一番、カラオケ一番のコーナー。4番立和子です。女船を歌います。よろしくお願いします。
番吉田俊博、アカシアの人を歌います。よろしくお願いします。髪直したふりをして涙を拭いてた白い指、今でも覚えて今でも覚えているだろうか、唇ぬくもりを思い出させて、アカシア、アカシアの花が、花が舞う。6番神野正勝、ジャコマンブネ歌います。お願いします。いやー皆さん素晴らしい歌声でした。どうでしたか。お疲れ様でした。本日のカラオケ一番はここまで。また見てくださいね。ではカメラに向かってバイバーイ。感動を追求する。その先の未来へつなげていくために私たちはこだわります。思いをデザインする。それが元気を作るアイデア。私たちはテクノスです。大地の恵みと南部当時の技が織りなす珠玉の一品、陸奥八仙、陸奥男山。華やかな香り、芳醇な味わい、今宵のお供にどうぞ。八戸酒造。スマホでタクシーを呼ぼう。みやごタクシーのアプリをダウンロードして場所を指定するとすぐ呼べる。スマホで乗れる八戸みやご交通。雪が舞い散っておりますね。本日の1軒目はですね、こちら13日町矢倉横丁にあります、はい、1号さんです。
わし昨夜初めての店なんで偵察に来たんですけど、いかに楽しいお店なのか全然覚えてません。なんじゃそれ。ベロ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 ということで楽しみにしてます。2階ですから、はい、もう足つけましょう。はい、はい、マスター今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。昨夜もお世話になりました。いえとんでもありません。じゃあ昨夜ちょっとビール飲みすぎたんでこちらですね、日本酒いかせていただきます。はい、20代の時にもうスキーで通ってた、うんうん、新潟の、さっき八海山大丈夫ですか。ありがとうございます。ついでいただけるんですね。ありがとうございます。最初だけ最初だけ、はい、あお一人ずつ、はい、あ、はい、ありがとうございます。美人についでいただけると ねまた酒の味も変わるんだよね。さらに美味しくなるっていう。お上手ですね。じゃあはい乾杯。新潟の酒、米が美味しい。早い、はい、ささみのからし、からしあえ、からしあえ、はい、はい、もちの煮込みです。お、出来上がりましたね。熱い。うん、あったまるし、美味しいし、柔らかいし、しかもね、多分ね、これちょっと出汁飲んでいいですか。はい、マスターこれあれですよね、白味噌ですよね。そうです、白味噌です。あ、すごい煮込んであって、うん、で全然臭みないですね。そうですね、ニンニクも入ってます。あ、ニンニクも入って、あっ、あっ、美味しいね。僕食べてる間俺開いちゃったんで、飲むのお借りしていい、うん、何じゃあ新潟から思いっきり近場で五の辺のお酒で五条いただいていいですか。はい、五条です。じゃあちょっとグラス変えていいですか。はい、どうぞ。じゃあ次はこれで。はい、いいですね。はい、じゃあ、じゃあ最初で。あ、ありがとうございます。もうお店やられて何年ぐらいなるんですか。13年ですね。あ、うまいですね。ちょっと甘めの酒ですけど、うん、これから出てくるクジラ刺し、うん、この血肉のやつにすごい合いそうな。はい、じゃあクジラ刺しです。ありがとうございます。半解凍ですね。半解凍ビーベ状になってるんで、ちょっとお醤油の中につけてちょっと溶かして食べて。凍ってますね。いいっすね、いいっすね。うわ、これね、なんかピザのピザみたいですね。そうそうそう、ピザみたい。若干ペッサ風の盛り付けがね。あ、ありがとうございます。結構好きですよね。もうクジラ大好き、ね、もう小学校、中学校の時給食常に出てましたからね。じゃあちょっといただいていいですか。ちょっと溶けた。でもこっちのクジラとかってほんと臭みないんですよ。美味しい、うん、どう。まあ王道やもんね。生姜がすごい、生姜とこのクジラの肉の、あーすごい、じゃん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 、カツオだよね。やっぱポン酢でしょうね。ポン酢でしょうね。ほら、美味しそうでしょ。誰に言ってんの。これいただいていい。あ、いいです。ニンニクとね、ニンニクと、じゃあ見てる、いきます。乾杯、乾杯、乾杯。いただきます。ね、美味しいよね。カツオってこんな美味しいんですか。美味しいですね、やっぱりね。もう色が綺麗ですもん。実を言うと、うん、私結構カツオって得てな方じゃないんですよ。あ、そうなんですか。でもこのカツオすごい美味しいですね。サクタお願いしていいですか。サクタってどこの酒でしたっけ。七戸のお酒。本当に無機栽培も、うん、ね、すごいいいお米使ってる。あまり言わない。あまり言わないでしょ。今本当に真面目な酔っ払ってます。で、あとね、当てで、うん、ごめんなさい、もう最後ちょっと締めてですね、うん、ちょっとマスターのあの前、昨日食べた卵焼きがすごい絶品だったんで、卵焼きお願いしていいですか。はい、卵焼きですね。はい、はい、ボリュームあるな、卵焼き。というか、オムレツ、オムレツ風卵焼き。あ、オムレツ風なんだ。うわ、キャベツたっぷり。なんか洋食屋の、うん、ね、料理みたいな。いいですね、うん、シンプルな、本当に。おいしい。これもいただいていい、うん、だから、うん、何もつけなかったんだよね。卵自体はもう本当に卵の味でいって、なんか半熟なんですよ。で、
あとはそうケチャップつけたいとケチャップで、で何マヨネーズつけたいとマヨネーズでね。マスターが全部こうメニュー決めてお店で出そうかってしてるんですか。そうですね、まあできるものを出すっていうの基本がそうなんですけれど、まあこのささみのからし和えは最初に食べた、お客さんがですねからしで和えたのが食べたいっていうので始めたら好評だったんですよ。いやーね、今日は本当ねあっという間に時間が経つんですけどもね。いやそれにしても、うん、ママさん綺麗ですね。浮いた方の言葉は嫌いです。あ、そうなの、はい、本日の1軒目でございました。俺常連になる。続いてのお店はですね吹き上げの1丁目、沼州さんの斜め前にあります、うん、こちらですねバー八戸の花さんです。大好きなお店ですね。今日のホームグラウンドぜひ楽しんでください。ノリノリでございます、はい、じゃあお邪魔しましょう。ノブさんめっちゃいい場所知ってますやん。もうこの面がもう芸術ですよ、絵ですよ、うん、あのすごいすっごいいろんなお酒があって古いのもありますよね。ありますね。昔からの、あのお店ってもう何年ぐらいされてるんですか。お店は36年ですか。じゃあもうマスターもずっと修行とかもされて。そうですね、結構歩きましたね。20歳から10年ぐらい前まで全国から行きました。豆腐大会ってのあるじゃないですか。バーテンダー豆腐に14支部あるんですよ。岩木から会津郡山盛岡来たって14豆腐に14の支部があって、1位2位が豆腐大会出るわけですよね、うん、全国大会って。そして全国大会毎年一度全国大会行って1位になると世界大会43カ国ですね。ということでですね、今ねマスターから名刺いただきまして、すごい昭和58年にベストバーテンダーの資格、ね、これどんな資格なんですか。社団法人日本バーテンダー協会っていうのがあるんですよね、まあ、日本で、まあ、国も許可してるやつ。 それであの、まあ、協会を何年やったとかでその人の経歴とかそういうふうなのを、まあ、10年ぐらい見るのかな。それで全国からベストバーテンダーとして東北本部の会長とか東北の連中そして本部連合会が、うん、こいつはあのベストバーテンダーでふさわしいか、それを活動をどれだけ知ってるかっていうの で熱海でそのバーテンダーのベストバーテンダーそれいただいたんですよ。さらにですねなんと厚生省認定バーテンダーそんなのもあるんですよ。すごいですね。賞がねさらにあのマイスターバーテンダー、はい、平成6年。私ね散々このお店通ってましたけど、うん、すごい方なんですね。というか全くダメだって教える気ないんでしょ。でさらにねこの IBA インターナショナルバーテンダーの資格も持ってる、はい、IBA ってインターナショナル、これ全国って世界ですよね。もう世界ですね。すごいですよ。世界のが見てもないとか。ちなみにマスターこの1杯目出てきたこれは何というお酒でしょうか。それはシーブリーズ。シーブリーズ、はい、オレンジ、オレンジグランベリーが入ってます。グランベリーと、はい、いただきます。うわぁ、おいしい。でもあのいつもね、このお店来るとマスターとあのお酒も、食ってもおいしいんですよ、うん、でも、この語り合いが大好きで、でマスターぐらいに、私八戸市内でこんなダンディーな音も知らないんですよ。で、いつも二人でダンディズムについて語り合う。あ、どうもお世話になりますよ。はい、ありがとうございます。こちらがもう昔からのスタンダード、マスターが一番最初にジンフィーズ。ジンフィーズバーテンダーならこれを作れ、はい、チームで、こちらが女性に人気のこう一番出たんじゃないですかね。あ、バイオレットフィズですね。というわけで、うん、乾杯です。乾杯。あのバーっていろんな、まあ、2軒目3軒目で大体来るお店なんですけど、それまでのその、まあ、日本酒飲んだりビール飲んだり、味のまこのコメントはないつまみを食べた後の後の全ての油を流してくれる。なんじゃそれ。爽やかな味は、あのすごい辛くて、うん、本当に私好み。ああ、この花さんってあの観光客の方も多いんですよ。あ、そうなんですか。で、あの私もそうなんですけど、あの初めての土地行くと最初にバーに行って、でバーが一番このその町のことを知っているんですよ、うん、ですからいいお店を紹介してもらうんだったらバーに行け。まあ、お通しだ。そっちはグミ、グミとレーズン、板付きのレーズン。あ、あの
こんな美味しいんだ。でこれが、これを食べながらお酒、辛いやつを飲むとすごい美味しいんですよ。じゃあギムレットお願いしていいですか。はい。もうそろそろね、辛いの行きたい。辛いのね。うん。でもですね、こうマスターはね、7割ぐらいやっぱりお客さんが女性ということで、そのマスターのオリジナルのカクテルというのも結構あるんですよ。それで最近女性に人気のカクテルがマスターあるんですよね。ありますよ。その名もマスター、はい、グローリー。グローリー、グローリー、はい、このギブレットにいろんなカクテルバーの思想を感じるんですが、このグラスにもこだわりを感じるし、これおいしい。これがマスターのですね、オリジナル作品グローリー、グレープフルーツと、あと何でしたっけ、グレープとパッション、パッションと、もう女の子が好きな優しい味でございまして、あのカクテルバーの一つの楽しみ方って、あのお酒飲めない方もこのフルーツをジュースとして飲むっていう、私が以前連れてきた女性も本当にあのこの花さんでこのジュースを飲んで、カクテルバーってすごいって言いました。ここに来てもうマスターに出していただいて、もう飲んでもこれぞカクテル、これぞ俺のカクテルだと思ったカクテルがあるんですよ。ゴッドファーザー。ゴッドファーザーします。出来上がりました。はい、どうぞ。チャララ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 ラって、この間ね、ハマキどっから用意したの、このゴッドファーザーのために、今日収録のために私ハマキ買ってきました。いやー、いますね。嬉しいですよ。いや、今日はマスターありがとうございます。なんかね、もう多分ね、撮影でね、15杯ぐらい何回でね、もうありがとうございました、本当。ありがとうございます。そのうちの10杯俺飲んでんだけど、そうだね。でも俺が勧める店に間違いないだろう。ノブの店においで、イエイ。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。